アイムズです。今回は、ベイパーレモンさんからご提供いただいたこちら。アスベイプのディフェンダーで、オールインワンタイプの、スタタキとなります。それでは、手元にカメラを移して開封していきたいと思います。はい、では、アスベイプのディフェンダー開封していきたいと思います。まず、なぜか、クロスがついてます。で、これ、アルミかな?なんですけど、よく見る、ちょっと見にくいですけど、これ、マニュアルになってます。では、本体です。あ、取りにくい。これです、これ。ちょっと、手垢っていうかね、指紋がついちゃうんで、あれですけど。これ本体になります。あと中身は、まあ、交換用のオーリングと、こう取れる。まあ、充電用のマイクロ USB ですね。あと、コイルになります。抵抗値は 0.3 オーム。まあ、どちらも 0.3 ですね。一緒ですね。じゃ、片方だけ、ちょっと。こんな感じですね。ニクローム80になりますね。多分、まあ見た目これエアーのあれもね、形状も一緒なんで、あれ。コブラ。コブラと同じコイルになるんじゃないかな。多分、中身もパラレルっぽいですけどね。で、まあボトム、エアフローですね。じゃあ、本体見ていきましょう。まあ、ここが吸い口になります。で、まあ、サイドに、マイクロ USB の端子、充電ポートがあって、まあ、これが電源ボタンですよね。で、開けると、これステンレスになります。で、これが、外せます。で、まあ、あれですね。ポットってやつなので、ここに、下から、ここで、パカッとはめて、使うようになりますね。で、リキッドは、この黒いの、を開けて、ここ蓋になってるんで、開けて入れますね。こんな感じですね。うん。まあ、コブラの時ね、結構味出てたんで、まあ、これも期待できるんじゃないですかね。で、タンクは、タンクは 4ml になります。こちらのタンクね。で、バッテリーが、1200mAh で 0.3 オームなんで、まあ、ぼちぼち使えるんじゃないですかね。で、まあ、説明書の方を見ると、
電源入れるとここね光るんですね。だから蓋するとまあ見えるわけがないよね。まあそれは仕方ないですね。うん、でパフすると光るんですね。まあカバーすると見えないですよね。で電源オンはパフボタン3回のでオンオフです。で、電圧、まあ、電圧なんで、まあ、残りの容量によって、ランプが変わりますね。で、4.2 からスタート、満充電で 4.2。で、3.8 までブルーランプで、その下 3.6 まで、までが、イエローランプ。で、その後 3.3 までが、赤、レッドランプに変わるようです。では、まあ、こちら、で、ちょっとリキッド入れて浸透させていきたいと思います。4ミリなんで結構入りますね。はい、じゃあ入れたんで、ね、ちゃんと締め忘れないようにしてください。じゃあまた5分ぐらいこのままね、放置しておきたいと思います。で、まあ、まあ、コイルが、まあ、下まで穴開いてるんで、結構最後まで吸い切れるとは思うんですけど、まあ、内製、こうやって、横に広いタンクなんで、まあ、こうやって使ったとしてもね、ちょっとは、ここに、ね、見えます？ここにこうやって段差あるんで、まあ、ちゃんとコイルの方に向かっていくようにはなってる。みたいですね。な、意外と最後の方まで吸い切れるんじゃないかなと思います。では、浸透してきたら吸っていきたいと思うので、カメラ正面に戻します。はい、じゃあ、浸透したと思うので、吸っていきたいと思います。まあ、まずこれですけど、この端子の部分、これ、クッションっていうか、まあ、凹むようになってるんで、ってわかるかな。なので、こいつ普通にこうやって、やって押さえ込むとはまるようになります。でちゃんとこうやってはめてね、うん、こうかはめてあげて出てないようにして、でこいつをパシッくっつけて、こんな感じですね。でオートパフっていうか、吸ったら使えるってやつじゃないんで、パフを押しながらですね、ね、まあ、やっぱ 0.3 だから結構バケんですよね。そう、うん、まあなんだろう、イリーフのアイケア2とか、あと何ていうか、アスパイアのブリーズだったかなっていう、ちっちゃいこうねタイプのとかと比べたら大きいし、ちょっと重たいですけど、まあこういったらこう、まあここの胸ポケは無理ですけど、ケツポケとかね入れても、まあステンレスなんで、よほど壊れることもないですし、まあちょっと難点なのは、これステンレスの表面ね、ポリッシュ仕上げたもんなんで、まあ汚くなるんですよね。うん、まあ磨いてあげれば、拭いてあげれば綺麗ですけど、まあでも拭いてあげても汚いな。そこはね、ちょっと
ね、いただけないんですよね。うん、で、まあ、もうちょっと欲を言えば、オートがあったら、オートパフだったらね。うん、でもね、多分、コブラと一緒なのかわかんないですけど、味、出るんですよ。そう、あとはあれですよね、使い方によっての 1200mAh っていうのが、どういう風に動くか。うん。まあ、そこそこ、ね、日持ちっていうか、ね、持ってくれれば、耐えてくれれば、使えると思うんですけどね。まあ、これ、光るの、隠れてるから見えないんでしょ。ね、トンノもちょっとあれだしさ、うん、だったらこうもうちょっとこう、まあ、このサイドとかね見えるようにしといてくれてもよかったんですよね。まあ重たいんでストラップホルダーがあったとしてもだいぶこうブラブラするんで、まあかえって危ないかなと思いますけどね。うん、でも面白いこれ。うん、最近僕インスタグラムもやってるんでよく見るんですけど、海外のトリッカーさんがこういうのとかもすごい今みんな使ってるんですよ。まあもちろんチューブも使うしテクニカルも使ってるんですけど、こういうの使ってあれゴーストっていうトリック、こういうの、っていうのをこう遊びでね、使って、もういいんじゃないかなと思います。うん。まあちょっと話はそれましたけど、とにかく味は全然まあコブラと同じようなコイルなんで、で 0.3 とかなんで、まあやっぱしっかり味は出てくれるんで、もしね、こういうのいいなって考えてる方は一度ネットとかでね、もちろんベーパーレモンさんのお近くの方一度来てぜひ手に取って見てください。それでは今回は、ベーパーレモンさんからご提供いただいたこちらアスベイプのディフェンダーでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。